白雲の章、盾ごとの説、追懐の風景。この説に生まれ、あるいは亡くなった聖人にちなみ、フォドラの人々は彼らが好んだとされる音楽を奏でる。盾ごとや笛、歌で思い思いに興じられるその響きたちは、タルティーンやグロンダーズの広大な野に種まく者の間を舞い踊る。さて、すでに話があった通り、今節の課題は盗賊の討伐だ。騎乗で戦いを学ぶ生徒諸君にとって実戦を知る貴重な機会となるだろう。無論討伐は騎士団支援のもとで行う。戦況は彼らが整えておいてくれるはずだ。とはいえ、これは模擬戦ではない。相応の危険が伴うものと覚悟してくれ。騎士団からの連絡を待って出立する。それまで準備を怠らぬように。以上だ。俺たちにとっては初めての実戦だ。よろしく頼むよ先生。模擬戦での先生の指揮は的確だった。先生がいれば討伐もうまくいくはずだ。出発まではしばらく時間がありそうだな。今のうちにやれることはやっておこう。よう、修道院での生活は慣れたか。おお、意外だな。傭兵時代は雇い主なんかとの交渉は全部俺がやっていたし、戦場以外じゃほとんど人との接触は避けちまってただろう。突然貴族のガキどもの中に放り込まれて教師をやるなんざ無茶だと思ってたが、心配はいらなかったようだな。そういや聞いたぞ、最初の課題、盗賊の討伐だってな。お前にとっちゃ慣れたもんだろうが、ガキどもにしてみりゃ初めての実戦だ。教え子を死なせちゃ寝覚めが悪いだろう。油断せずうまく指揮してやれよ。俺も手伝ってやれればいいんだが、レア様にいろいろと押し付けられてな。あの人がお前に何をさせたいのかは俺の方でも探っておく。いいか、慣れるのはいいが気を許すんじゃねえぞ。師匠の年を知ってるか？やめとけレオニー、俺自身忘れたって言ってんだ。こいつだって知らねえよ。だけど普通自分の年を忘れたりします？気になるな。お前も自分の年なんざ忘れちまえって。年を気にしていいことなんか何にもねえぞ。はあ、そういうもんですかね。よう、頼みがあるんだが。実は肌着が風に飛ばされてどこかに。水色のこういうやつなんですけど。ありがとうございます。助かっちゃいます。先生ですか？なんでしょう、何もしてませんよ。え、嘘ですよね。前にも同じ作戦に引っかかりかけましたもん。
あんた、どこかで会ったか。いや、悪い。気のせいだな。先生、お疲れ様です。本日も異常なしであります。大修道院には慣れましたか？あちこち見て回ってくださいね。あ、食堂裏の貯水池には魚がいるんですが、釣ってもいいって話です。試されては。聞きたまえ。そういえば。何？今そうだな。し合うか。どうした？ただの手合わせだ。君たちの課題には我々も同行する。大切な生徒の身に万一があってはならん。もし命を落としかけるような場面であろうと、我々が必ず救い出してみせよう。おお、先生、調子はどうだ？私はこれから任務に出るところでな。さて、行ってまいる。この程度の任務、ちょちょいのちょいよ。すぐに片付けて帰ってこよう。いいかな？そうだな、暇だし町にでも行こうかな。でも疲れるし面倒だな。ん？先生、私に何か用ですか？あ、でもちょっと今忙しいんですよね。ん？いいんですか？暇なのバレてると思ったのに、寛大だな。聞いてくれる？聞いてほしいの、私。
この前ね、いい感じになった騎士と、いい感じなところまで行ったのよ。ところがその男、私の部屋を覗いた途端、こう言ったのよ。片付けできない女は勘弁だって。仕方ないじゃない、できないんだもの。カルディナという存在をご存知で、教団を運営する者たちです。と言っても誰が枢機卿なのかは公にされていないのですがね。すみません。そうですね、今日のご飯苦手なお野菜が入ってないといいんだけど。先生、聞いてました？聞いてませんよね。好き嫌いなんてあるわけないでしょ。私、子供じゃないんですから。すみません。ブリギット・フォドラ、比べ暖かいです。ここ、春でも冷えるますね。先生、寒い、暑い、どちら苦手ですか？先生、仲間です。私、ブリギットではより薄着です。そうですね、お料理当番の日に備えてみんなの好物と苦手なものを把握しておかなくちゃ。先生は甘いものと辛いものどっちが好きですか？私と一緒ですね。ちゃんと覚えておきますから。頼みを聞いてくれるかね。僕みたいな平民が士官学校に入学できたのは養父のロナート様のおかげなんです。厳しくも優しい騎士の鏡のような人で、僕もあんな大人になれたらと思っています。盗賊の始末に駆り出されると聞きましたよ。我々の学級とは随分と毛色の異なる課題ですな。あなた強いのね。対抗戦では負けたわ。つくづく私たちの学級を受け持たなかったことが惜しい。近寄らん方がいい。ダスカー人とつるんでいるなどと噂が立てば厄介だ。士官学校に入学して早々に盗賊の討伐を任されることになるとはな。課題といえば聞こえはいいが、要は命の奪い合いだ。戦争と変わらない。セイロス騎士団の支援があるとはいえ、気を引き締めて臨まなければ。大修道院での過ごし方や戦闘についてまだ何か聞きたいことはあるか？よう、あんたらの課題は盗賊討伐だって？俺たちの平和な課題とは大違いだな。教団のお偉いさんたちがあんたの実力を試そうとしてんのかもな。
ういえば。先生、次の課題は盗賊退治なんだろ。しっかり鍛錬しとかねえとな。ところで先生、一対一の勝負で大事なのは力と技どっちだろうな。だよな、俺もそう思うぞ。結局最後に頼れるのは自分の筋肉。王先生、訓練で一汗かいたところだぜ。そういや、なんか変なもん拾ったんだ。小さい布切れなんだけどよ。まあ汗を拭くのには役立ったな。先生、私フェリクスとシルヴァンとは幼馴染なんです。それから殿下とも。フェリクスとシルヴァンは問題児中の問題児ですから気をつけてくださいね。昔から少し気を抜いているとどこで何をしてかすか。あのイノシシ王子とは生まれた頃からの、いや生まれる前からの腐れ縁だ。だからこその忠告だ。奴は腹の中に獣を飼っている。武芸の腕と馬鹿力だけは信頼してもいいが、人間としては全く芯の置けない男だ。お前もせいぜい食い殺されぬよう気をつけることだな。先生。よう。あの人誰かに似てるような。誰だっけ。あ、何か用ですか。すみません、忙しいので。お願いします。そういえば、預言者セイロスの剣であり盾たる白銀の騎士たち、通称セイロス騎士団。騎士団と呼ばれる組織は各国に数あれど、セイロスの名を冠するのは我々だけだ。君も聖教会の一員としてセイロス教と騎士団の歴史を学んでおくべきだろう。そういや、最初の課題が盗賊の討伐とはな。リア様は人の命を何だと思ってるんでしょうね。例えば俺に生き別れた兄貴がいてさ、そいつは盗賊に身を落としてなんてこともあるかもしれないし。ま、冗談ですけど。そういえば、いいかな。そういえば、あなたはエーギル家を知っているかね。帝国の宰相を歴任する由緒ある家なのだ。今の帝国はエーギル家を中心とした六大貴族によって動いている。少し長くなるぞ。書き留める準備は必要ないか。では六大貴族についてだが、カスパルの父である軍務卿ベルグリーズ伯、リンハルトの父である内務卿ヘブリング伯、ベルナデッタの父である教務卿ヴァーリ伯、ヒューベルトの父である宮内卿ベストラ公、そして外務卿のゲルズ公と我が父である宰相エーギル公の6人だ。私もゆくゆくは帝国宰相となる。エーデルガルトを上回る才覚で私が帝国の舵取りをするのさ。この私に不可能はない。
ば、ガルグマク大修道院に付属の士官学校が創設されたのは約200年前の話だよ。フォドラの東方よりパルミラの侵攻を受け、当時の大司教様は国家の枠にとらわれず優秀な者を育て外敵の脅威に備えねばならないと考えた。そうして設立されたのがこの士官学校だ。今じゃその理念は形骸化しつつあるけどね。実はお願いがあるの。静かでいいわよね。ここにいると気持ちが安らぐわ。ところで先生も女神様にお祈りをしに来たのかしら。あらあら、私もそうなのよ。先生、一緒にお祈りしましょう。そういえば、フォドラの貴族たるもの、敬虔なセイロス神徒たれ、先生も主に祈りを捧げに来たのか。そうか、実は僕も信心深い方じゃないが、貴族として祈りを怠ることはできないのさ。そういえば、大聖堂の隣には死聖人を祀る小聖堂がある。死聖人は知っているか。聖インデッハ、聖マクイル、聖キホル、そして聖セスリーンですわ。先生はどなたがお好きですの？君も教団の一員になったのだ。教義や伝承はしっかりと覚えておいてくれ。君に頼みがあるのだが。てきてくれましたね。何かわからないことや困ったことなどはありませんか。教義は信徒にとって道しるべのようなもの。書庫も活用して理解を深めてくださいね。私はここにいることが多いので、何かあればまた訪ねてきてください。赤き谷ザナドはセイロス教によって大きな意味を持つ土地なのだよ。我々のように修道会に属する者でさえみだりな立ち入りは禁じられている。それを踏み荒らすとは、まったく、なんと不届きな盗賊どもか。すまねえな、助かった。生徒たちを見事に指導し、対抗戦で立派に采配を振るい、未知の紋章の力を持っている。そう、
君のことだよ。君も素晴らしいが、君を教師にしたレア様の啓願もまた恐ろしいものがあるな。おお、君は格別の見どころがあるな。セテス君にも見習ってほしいものだ。目当ての一冊を探し出す、こんな途方もない作業も好きなら全然面倒じゃないですよね。俺が剣なら地獄ですけど。ここの蔵書を利用できるというだけでも入学できてよかったと思いますよ。ホドラ各地の本を読んでいると、それだけで旅に出たような気分です。はい、そう思います。先人の知恵や経験がたくさん詰まってますからね。料理は好きだ。そうだな。おお、お前はなかなか筋が良さそうだな。おお、そうですね。ブリギット、パルミラ、ダスカー、ここにいるといろんな国の人を見るわね。覚えておくといいわ、先生。彼らを心よく思わない者もいるということを。悪目立ちしちゃいますよね。どのくらいがちょうどいいかな。この歌が女神様に届くといいわね。
そういえば、よくやってくれた。感謝する。講義の進め方がわからないなら聞いてくれ。俺にわかる範囲でよければ教えるから。前の指導のおかげだ。ありがとう。少し照れるな。お前の指導のおかげだ。ものになってきたな。実りある指導だった。実りある指導だった。理解が深まった。理解が深まったか。できていたか。褒めるようなことでもない。指導に感謝する。お前の指導興味深いな。お前の指導興味深いな。お前の指導興味深いな。とても勉強になりました。ほっとしました。照れますね。仕上がってきたかも。役に立ちそうですよ。ほっとしました。お、調子が良かったみたいです。いやー、ためになりました。分かってきたみたいです。うん、いい感じだったわ。上達してきたみたい。うん、いい感じだったわ。なんだかつかめてきたみたい。手応えがありました。指導に感謝します。
生きていたようでよかったです。なるほど、こうして扱うのですね。この程度できて当然です。手応えがありました。先生、質問です。なるほど、わかりました。よろしく頼む。頑張ろうね。うまくやれたようだ。この感触、覚えておこう。先生、今しがた騎士団から連絡が入った。ちょうど全員を集め終えたところだ。予定通り盗賊を追い込んだそうです。場所は赤き谷座など。悪事を働く盗賊を放っておくわけにはいきません。力を合わせて頑張りましょう。いかなる敵であろうと殿下には指一本触れさせん。面倒だ。敵はただの盗賊だろう。腕の立つ者がいるとも思えん。釣れないこと言うなよ。俺は楽しみだぜ。ほら、美人の女盗賊がいるかもしれない。何にせよ、今の私たちが実戦でどれだけ通用するか確認するいい機会だよね。そうね、模擬戦でもうまくいったのだし、普段通りやればきっと大丈夫よ。少し浮かれすぎのような気もするが、今回は騎士団の援護もある。大丈夫だろう。ああ、騎士団といえばジェラルト殿がセイロス騎士団に復帰されたと聞いた。近いうちまた先生とジェラルト殿が並んで戦うところも見られるかもな。そういうものなのか。先生にとってはそうかもしれないな。正直な話、先生が少し羨ましいんだ。俺の両親はもういないから。死んだよ、二人とも。俺だけが生き残ってしまった。すまない、つまらない話をしたな。そろそろ出発しよう、先生。赤き谷か。立ち入るのは初めてだな。何かの遺跡のようにも見えるが、何はともあれ始めよう。先生、すでに賊は奥へと追い込まれているはずだ。クソ、騎士団の奴らか。こんなところまで追ってきやがって。お頭、もう逃げましょうよ。奴ら相手に勝てっこないですよ。バカ野郎、今さらどこへ逃げるってんだ。死ぬのが怖くて盗賊やってられるかよ。
情報によると西側に裏道があるらしい。西と正面二手に分かれるのはどうだろう。うまく進軍できれば敵を攻撃して戦闘を有利に運べると思うんだが、どう動くかの判断は先生に任せよう。何にせよまずは橋を渡らなくてはな。どうする？切り込むか。はい、頑張ります。はい、出ます。父さん、行けますよ。出るぞ。焦らず戦おう。うん、行けます。ねえ、行けるわ。どりゃ！次の敵に備えないと。躊躇したら僕たちが殺されていた。これが戦いなんですね。迷いを晴らす。いい勝負ができたね。心強い。
奴らだ。どうした？もう終わりか？まだまだ頑張らなくっちゃ。せめて主の身元で。掴めてきたようだ。このお宝は俺たちが手に入れたもんだ。騎士団の連中なんかに渡してたまるかよ。この機を逃すぞ。できましたか。ここで気を抜くわけにはいきません。次の敵に備えなければ。仕方ないこった。恨んでくれるなよ。
喜んでる暇はない。なかったら掴めてきたな。殿下はご無事だろうか。よいしょ、助かった。行きやがれ。男をあげちまったな。
からも攻めてきやがったか。ガキの分際で頭の回る。デイ、助かります。みんなのために頑張らないと。次は誰だ。まだ上を目指さなくては。相手が盗賊とはいえ何度やっても慣れないものだな。これで殿下のお役に立てる。上達したようだ。害なすものは除くだけだ。
少しは強くなったか。次の敵に備えないと。ちょっと笑えませんね。デイ、すまない。上達してきたみたい。苦労も知らねえ貴族のガキが、今度こそおとなしく死にやがれ。あいにくとそういうわけにはいかない。己の所業を食いることだな。騎士団じゃなくガキをぶつけてくるた、舐められたもんだな。てめえはまさかこの間の傭兵か。騎士団の連中と手を組んでやがったとはな。ぶっ殺してやる、生意気なガキどもと一緒にな。やつの口車に乗ったのが間違いだった。うはっ。この体にこんな力が。賊の討伐は完了した。後のことは騎士団の指示に従おう。お疲れ様、先生。良い指示だった。
この地に懐かしさを覚えるのは何故かの。着物小さいやつじゃの。わしが話しかけるたびに驚いておるではないか。まったく、戦いが終わったからといって気を抜きすぎではないか。まあよい、今はそれよりもこの谷じゃ。わしの知る限り、お主がここを訪れたことはないがの。この谷にか？一度来たら忘れられそうにない場所じゃが、やはり、わからぬな。名前以外のことは、さっぱり思い出せぬ。ただ、懐かしさの中に多くの感情がよみがえる。喜び、悲しみ、苦しみ、慈しみ。もしわしがここにいたというのなら、わしは何をしておったのじゃろうな。先生、そろそろ大修道院に戻るぞ。こちらはみんな揃ってる。行かねばならぬな。ま、いずれ思い出すこともあろう。さて、お主には感謝せねばなるまい。谷に入った盗人を打ち果たしたのじゃ。知らぬわ。ただそうせねばならぬ気がしただけじゃ。それはともかく、お主、そろそろわしが話すのになれよ。その度に驚いて転ばれても困るわ。何、転んでおらぬと？そのようなことを分かっておる。ようやく到着だな。先生、レア様への報告は任せたぞ。あれはエーデルガルトか。アドラークラッセはこれから課題か。実戦は何が起こるかわからない。万が一ということもある。気をつけろよ、エーデルガルト。言われるまでもないわ。なぜあなたにそこまで心配されなくてはならないのかしら。もしかして私を見くびっているの？だとしたらがっかりね。そういうわけじゃない。気を悪くしたなら謝ろう。まあいいわ。先生、皆も待っています。行きましょう。あら、それじゃあ私も行くわね。心配しなくて大丈夫よ、ディミトリ。事情はそのうち話すさ。そのうちにな。無事盗賊を討伐できたようですね。彼らの魂が救われることを祈ります。しかし彼らがなぜ生徒たちを狙ったのか、背後にあるものを調べねばなりません。あなたは生徒たちが無用な心配をしなくて済むように支えとなってあげてください。ええ、あなたには期待していますからね。ところでザナドの様子はどうでしたか？あの谷は太古の昔、女神が降臨された地であるという伝承があるのですよ。天上におられる女神にとって地上での仮の住まいがザナドだったのでしょう。かつて聖者セイロスは天上の女神より神ごとを賜り、迷える人々を導きました。女神は常に天上に住まい、フォドラを見守っていてくださるのです。ですが古の時代、
女神は自ら地上に降り立ち、人々を救済したといいます。全ての聖あるものの母として、全ての心あるものの支えとして。そうですか。教鞭を取るうちにあなたがセイロス教の敬虔な信徒となってくれることを願います。大司教、少しよろしいですか。盗賊の件でお耳に入れたいことが。わかりました。話の続きはまた次の機会に。女神とな、当たり前じゃが、わしは会うた記憶はないの。しかしどうにも気になる。知っておるような、おらぬような。ひょっとしたらわしは女神と共にザナドに住んでおったのかもしれぬ。そうすると今のわしは何なのじゃ。幽霊か。幽霊なぞのわけがあろうか。わしは死んでなどおらぬ。こうしてお主と共にあるではないか。それとも何じゃ。わしは心残りのせいで天に登れず、お主について地上をさまよっておると。わしがそのように虚しい存在のはずはない。わしは、わしは